まあ、今まで人生いろんなことが起きて、まあ、いろんなことを乗り越えてきて、まあ、その中で自分がやりたいことが何なのか、自分が何に興味を持つのか、心が動くのか、ワクワクするのかということを考えて生きています。なんで、まあ、かなり忍耐強い方だとは思いますが、まあ、自分の感情に従って生きるようにしています。いらっしゃいませ。山梨県の甲府市で生まれ育ちました。僕の実家は140年続く時計屋さんです。でうちの父は5代目。もう小さい頃から、まあ、あの時計の修理、コシナガマグロですね。日本の長崎から来てます。かなりあの珍しい魚で、まあ、コシナガはまあ小さいマグロなんですが、まあ、よく、まあ、本マグロの稚魚メジマグロと混同されることが多いです。まあ、普段見比べることがないので、多分見てもどっちがメジでどっちがじゃあコシナガでっていうのはちょっと自分にも判断できない。まあ、味の特徴としては、まあ、赤身なんですけど、まあ、そこまで例えば本マグロの赤身に比べて酸味が強いわけでもないですし、まあ、カツオよりもかなりライトな味だけど、旨味はしっかりしています。まあ、お腹の部分は、カツオとか、まあ、他の、例えばメジに比べて、しっかりとした脂が乗っていると思います。で背中の部分は、まあ、赤みがかっているんですが、まあ、例えば本マグロの赤みとかカツオみたいな味わい、まあ、酸味があるわけでもなく、割とうまみのある身質だと思います。まあ、本マグロでいうとこの大トロにあたる部分ですね。かなり魚体は小さいんで、まあ、取れる部分っていうのはそんなにないんですけど、すごくきめの細かい上質な脂ですね。コシナガはかなり希少な魚で、まあ、日本の市場とかにもあまり出回らないです。僕もまあ、結構僕が一番好きな魚でもあるので、まあ、入るときは入れてもらうようにしています。クエですね。日本の長崎から来ています。そうクエは、まあ、白身魚、高級魚ですね。白身魚です。仕事をしたいって思ってました。で大学卒業して青年海外協力隊でアフリカへ行き、そこで、村の子どもたちに、寿司を作ってと頼まれて、歩いて片道5時間かけて魚を買って氷詰めで持ってきて、自分で初めて下ろして、シャリを炊いて作って、まあ、その時の気持ち、その人のために5時間かけて、片道5時間かけて、まあ、魚を買いに行ったり、何も知識がないところから作ったり、まあ、とにかくその人たちに喜んでもらいたいって気持ちが自分の、まあ、仕事をする上で一番大事にしているところです。あん肝ですね。日本の北海道から来てます。あん肝は、あんこうの肝です。まあ、海のフォアグラと言って、まあ、出すお客様に出すことが多いです。まあ、あん肝は、食感がかなり大事なので、かなり仕込みの中でも時間のかかるものですね。あん肝は、まあ、あん肝を仕込むときは、まあ、こういう筋が通ってるんで、これをまあ外して、で皮を剥がしていく感じですね。まあ、もの自体は、アメリカだったらボストンとかでも上がることがあります。で時期によってはすごくいいんですけど、やっぱり日本の、はい、日本で上がる処理されたあん肝の方が、塩して酒につけた後軽く、ボイル油脂もして、とあん肝の中の油が外に出てきて、まあ、油のあるものはこういうふうにオレンジ色、いいやつですね。ものがいい証拠です。まあ、あん肝の作り方はたくさんあると思うんですが、まあ、基本的にはだしと醤油と、まあ、砂糖で煮ています。で、まあ、個人的に工夫しているところでは、まあ、こちら
のお客様はやっぱり辛いものを好むので、まあ、そこは、スパイスを入れてます。で、まあ、そのスパイスもいろいろ試した中で、中国の豆板醤を使って辛みを入れてます。はい、醤油だとものによってはちょっと醤油の香りが強すぎるので、煎り酒を使ったりします。まあ、煎り酒は、日本の古来の調味料の一つです。基本的な煎り酒の作り方は、まあ、酒と梅だけだと思います。で、自分の中では、まあ、より、まあ、コク、分かりやすい旨味を出すために、昆布と鰹節、そしてあと蜂蜜を少し使っています。煎り酒が作られた経緯としては、まあ、醤油はもともとすごく高価なもので、まあ、買えない、なおかつ家では作れない、まあ、ほとんどの日本人の方は、まあ、煎り酒というものを、これ大体3時間ぐらい煮詰めてって、まあ、ゆっくりゆっくり煮詰めてって味をしっかり出したら、こういう感じになります。味は、そう、まあ、梅干しの味もしっかり出て、まあ、甘みと塩分と、まあ、カツオと梅の風味と、まあ、蜂蜜をちょっと入れてるんで、まあ、コクもあってすごく美味しいです。漬けとは、まあ、魚を漬けることですね。まあ、漬けて、まあ、味を入れるのもですし、まあ、醤油に漬けることで、まあ、醤油の塩分で魚の水分を取る脱水効果は、僕はちっちゃい頃はそれで育っていて、まあ、ウイスキーが大好きなんで、まあ、その何か仕込みをしたり、なんかちょっといろんなものを新しく作るときに、まあ、ウイスキー飲みながらやってたことがあって、まあ、その中でみりんの代わりにバーボンを使ったらどうなるんだろうって思って作ったのがきっかけです。リゾットは、イタリアが本場だと思います。例えば、まあ本場のリゾットは、まあ、生クリームを使ったりだとか、まあ、リッチになるような、そういう、まあ、ものを使うと思うんですが、まあ、僕の場合は代わりに、白子のムースを入れたり、まあ、ウニを入れたり、まあ、甘醤油、醤油とみりんで作った、ソースを入れたりというところで、まあ、リゾットに近いような味わいを作っています。はい、毛ガニですね。日本の北海道から来ました。そうです。僕の中では、まあ、ズワイガニ、タラバガニ、まあ、毛ガニという感じですね。まあ、毛ガニが一番個人的には好きなカニです。だいたいこれで沸かない程度に、物の大きさを見て、あと鮮度とかも考えながら、ボイルする時間を決めます。だいたいこの大きさですと、18分ぐらいボイルします。でこれを開けると、まあ、甲羅の内側に味噌ですね、カニ味噌と言われるあの部分が入ってます。まあ、カニ味噌は、まあ、色と見た目が味噌に似ているので、まあ、おそらくカニ味噌と呼ばれるんだと思います。はい。まあ、コクがあってうまみが強いです。これ、まあ、鮮度が良くないと色が黒くなって使えないんですけど、まあ、かなり今日は状態良かったのでこれは、はい、使って身に混ぜたいと。まあ、カニ、まあ、毛ガニの中では、まあ、身の部分、甲羅に入っている部分と足の部分では身の質が、若干違います。身の方に入甲羅に入っている方は、柔らかくて、まあ水分をより含んでいると思います。で足の方は、まあ、動かすことが多いのでもうちょっとしっかりとした身で、まあ、旨味も強いと思います。まあ、カニとウニと白子のリゾットにした理由は、すべて産地が北海道、白子も、毛ガニもウニもすべてが同じところから来ています。まあ、そういった意味もありますし、まあ、すべてが同じ方向性で、まあ、合わさったときにより、まあ、相乗効果で美味しくなる。毛ガニと白子とウニのリゾットです。
まあ、時計の修理工という仕事は本当に繊細な仕事で、父や祖父の仕事している姿っていうのは、もう目にルーペをはめて、もうずっと細かい作業を何時間もするっていう仕事でした。で、まあ、僕は今、違う道へ進みましたが、職人、時計の修理工という職人、また全然寿司職人、また違う道ですが、父や祖父のように尊敬される職人になりたいと思っています。コシナガの漬けです。今は、人の上に立つようになって、その自分の下の人たちが、どうやったら楽しんで仕事をしてくれるのか。クエの刺身ですね。醤油と煎り酒でお召し上がりください。どうしたらこの仕事を好きになってくれるのか、工夫して仕事をしてくれるのかということを考えながらやっています。あん肝です。人生は一度きりしかないので、自分がやりたいこと、したいことをやっていきようと思っています。